はい、それでは道道604号線、通称裏パノラマとライダーたちが呼んでいる道に入りたいと思います。こちらから行きますね。さて、この道道604号線は、地元ライダーたちから裏パノラマと呼ばれています。パノラマというとニセコパノラマライン、という、展望のいい、とっても素敵なワインディングロードがあるんですけれども、その裾野、そのニセコの山々の北の裾野を、走っているそういうワインディングの道です。でご覧の通り あまりパノラマラインではないですね。眺望がいい区間もあるんですけれども、それは一部です。パノラマラインがワインディングとしても、豪快で走って気持ちよくライダーにとっても愛されているので、この道も、そういうパノラマラインじゃないけどそんなに交通量が多くなく観光の車がそんなに来ない、パノラマラインみたいなもんだって、裏パノラマだというふうにして、ライダーに愛されているようですね。しかし、本当の裏パノラマってもともと違う道としてあったみたいなんですよね。パノラマラインから五色温泉に行ってそれから倶知安に抜けていく道、あれが本来の裏パノラマだったんじゃないかっていうのを、どっかで読んだことがあります。今ではライダーたち裏パノラマっていうとこの道道604号線を指していることが多いみたいですね。この僕が乗っている V7 スペシャル2013年モデルも元グッチの、モデルですけど、もともとイタリアンが作ったってだけあってですね、実はワインディング大好きなマシンなんですよね。このことに関しては V7 の正体っていう動画を前に、上げたことがあるんですけれども、とにかくワインディングが楽しいマシンです。バンク角も、イメージよりはかなり深いですし旋回力も高い。しかも、旋回中、こうやって旋回中ですね、重心を中に入れるだけでさらに右側にライン修正するってことが、簡単にできたりする。もちろん限界まで攻めている状態では無理ですよね。レースなんかだと、それはできないわけですけれども、ワインディングで、安全に流している範囲ですと、コーナリング中にラインの内側修正が効くっていうのはかなり大きな安全マージンとして、武器になる、そういうものだというふうに思います。そして分かりやすい両輪でバランスして回ってる感じ、そういう感じがあるんですね。非常にハンドリングが基本的にはニュートラルな感じです。で、何回も言ってますがバンクが軽いのでスーッとです。でバンクした状態での安定感も実は高い。ロール方向が軽いのでバンク角途中で変えることもできますし、それによって、コース変更もできるんですけど、じゃあバンク中にフラフラして安定してないかっていうとですね、そんなことはなくて、とってもそのままストレートを走っているかのようにボーっとしててもそのままこう定常円で回ってくれるっていう、そういう何ていうんですかね、安定感というのはあります。で、この V7 のワインディングでの走らせ方なんですけれども、安全マージンを持ってですねゆっくり走ればそれでいいわけですけれども、以前お話しした向き替えという走り方あるんですけど、奥まで行って小さく曲がるっていうのがいいんだという話をしましたが、この V7 こうバンクは簡単なんですけど、バンクした時に同時に曲がり始めるというのはここがパノラマのいいところですね。バンクしてからゆっくり曲がり始めるっていう特性があるんですね。でね、バンクもだから一発でスパーンっていう風に決めなくてもスーッと余裕がある時には、バンクしながら行ってもいいんです。しかし例えば、進入でこうブレーキを決めておいて体重移動しててリリースすると同時に傾けるっていう風にするとスパンっていう風に、曲がる、そういう向き替え的な走り方も、やろうと思えばできます。
ただその時に注意すべきなのは、最新のマシンと違ってフロントフォークが40スパインで、かつフレームも華奢ですので、クリッピングポイントまでキュッとブレーキングしながらフロントにガーッと負荷をかけて旋回していくっていうのは向いてないんですね。だって、コーナリングで一番遅いのは倒し込む直前っていう風にした方がうまくいきます。倒し込む直前が一番遅くて、倒し込むともうアクセルが空いているっていう、そういう状況の方が、安心してうまく走れる、そういうバイクです。こうやっといて倒したらもう空いているっていう方が安心して、今ちょっと極端にやりましたけどね、まあ、こんなに極端にする必要はないんで、まあ、普通にのんびりやればいい話なんですけど、まあそういう走りも、まあ、やろうと思えばできる、普通に流していってもいいというわけですね。また、ツーリングの帰りに疲れたななんて時は、ただ普通にリンアウトにして車体だけ曲げてあればですね、これも今車体だけ曲げてリンアウトしてるんですけど、バンク角に応じて旋回してくれますので、ズボラを決め込んで、リンアウトでスーッと曲がっていくってこともできます。この対応幅もイメージよりも非常に広い感じです。つまり、レースをするように本当にぶっ飛ばしてフロントを駆使してギャンギャンっていくような走りをするのであれば、つまり本当に本気でですね、絶対的にタイムを削っていくような走り、まあ、そんなこと行動ではしないんですけど、そういうのであれば戦闘力は決して高くないんですけど、まあ、こういう普通にワインディングを走りながら、楽しみながらで安全マージンをちゃんと取り、そして、いろんな操作の仕方、マシンと対話しながら、操作の仕方を味わう、楽しむという点では、このワインディングを走るに関してもこの V7 というのは非常に懐が広く、いろんな付き合い方をさせてくれ、かつ、限界が低いために間違ったやり方をするとちょっと嫌がるところがあって、パターンしないけど嫌がるところ、ちょっとやってみますね。こうフロントかけたままこうやってギーってやろうとすると、まあ、確かに曲がるんですけど、なんかさっきより気持ちよくないなっていう感じになるんですよ。そういう正しい操作をしたらすごく気持ちよく曲がってくれる、そういう乗り方をなんかね、強要、間違ったのも強要するけど正しいととっても喜ぶっていうですね、そういう楽しみ方を味わわせてくれるバイクだというふうに思います。さて、この V7 2021年モデルからは 850cc になり、そしてフレームも強化されましたけれども、それまでの V7、の場合ですね、フレームもヤワなんです。それでサーキットで攻めサーキット走行行ってですね、攻めたことある人は、まあ、お分かりかと思うんですけども、フレームがヤワなために、例えば120キロぐらいですかね、120キロぐらいを超えた状態でこう旋回しててギャップをドンって超えて、こうボンこうボンってギャップ超えたりするとですね、フレームがうねうねうねって負けてこうたわむっていうか、うねってですね、それでワン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 ってこう揺れるんですよ、揺れ出すんですよね。で、慣れてないと初めてだとおおっと思うんですけど、そのワンワンって揺れるのが、その周波数がですね、ワンワンワン、1秒に2回ぐらいですかね、という感じで、でそれで、ま、思いっきりフロントをうわって抑え込んでしまうと、逆にうねうねが止まらない感じになるんですよね。でね、もううねってもそのうち収まりますので、逆らわずに、特にフロントを振幅が激しくなってきたらそれを抑えますけど、フロントを抑え込まないでこううねうねいった時、フロントがこうちょっとふわふわってなったら、そのまんまに刺してやるとふーっと収まります。で、破綻することなく走れるんですけど、まあ、そのあたりからが
このバイクの、速度的な限界ということになりますね。それをさらになんとか出ないようにしつつ、かつ、うねうねされてもさらに開けていくっていうのは、レースでやればいいことですよね。ワインディングでそういうことになるってことはないと思いますけど、そろそろやめておけ、ここら辺が限界ですよっていうのを、本当に大丈夫な状態からいきなり限界になるんじゃなくて、ちょっとずつ限界が迫ってきてるっていうのをこのバイクが教えてくれるんですよ。だから、そこを破綻しないように、さらに、無駄な動きをさせず、無理をさせず、破綻させないようにして、走りの質を極めていくっていうようなアプローチも、やれようと思えばできるっていうか、やりたい人はやればいいと思うんですけど、そこまでしなくてですね、そろそろこれはもうこれ以上はやめた方がいいなっていうふうになったら、それでやめておくですね、ごめんごめんって言って、やめておくっていうようなこともできると思います。これはサーキットでの、走行会での話ですけど、はい、こちらを左に曲がるとパノラマラインですけど、今日はパノラマはやめています。はい、以上、604号線でした。今日は海沿いへ出ます。そんな風に、自在に遊べる、で懐も広い、かつ、限界が低いんだけど、いきなり来るんじゃなく、穏やかに来る。穏やかに来る、それで、びっくりさせない、本当に危ない目に合わせないっていうところまでも含めて、よくできてるバイクだなっていうふうに思います。そして多分イタリアのね、古い親父たちはそういう状況の中でいかにふわふわさせないかとか、そういったことをしながらぶっ飛ばしてって遊んでんだろうなと、イタリア本国ではですね、とかアルプスの山の中のワインディングなんかで、そうやって遊んでんだろうな、不良だなというふうに、思ったということでした。はい、以上604号線走行、雪風号と滝和人でした。